金圧茶を代表する形状のうち、餅茶、ひ茶、た茶、小た茶。画像はすべてプーアル茶である。金圧茶とは茶葉を圧縮成形して固めた、加工された中国茶の茶葉の形状を表す言葉である。団茶、片茶、圧縮茶、固形茶とも呼ばれる。生茶の過程で茶葉を圧縮し、固めたものである。金圧茶に対してバラバラな状態の茶葉を三茶と呼ぶ。 圧縮成形の工程が、茶を生産する工程に組み込まれている場合は、精茶された茶葉にさらに手を加える二次加工茶とは呼ばず、基本茶であるとみなされている。茶の生産地は、そのほとんどが、高地にある。茶が製造され出した、当時の輸送技術で三茶を運ぶと、その途上で湿気を吸ったり、運搬中の衝撃で砕け散るなどの問題が、発生した。また長期保存も難しい。 そうした課題を解消し、保存や運搬を容易にするために圧縮成形されるようになった。東代から宋代にかけて生産されていた茶は金圧茶が主流であった。当時は茶葉を細かく砕いたものを圧縮成形している。その金圧茶の名称は様々あるが、団茶という名称が現在でも知られている。秋代に入ると三茶が主流となる。 現在でも金圧茶は流通しており、中でも製茶の過程に圧縮成形が含まれている黒茶に多く見られる。金圧茶は様々な形状に加工できるため、形や重さが多岐にわたる。この項ではその中でも一般的なものを解説する。ち茶、塩茶は丸餅を模した金圧茶である。表面はやや盛り上がった丘陵上。 裏面は中央部にくぼみが作られている。一般的なサイズは直径約2 0トル、重さ約3 5 0ム、中心部分の厚み2 5トルであるが、最近ではそれよりも小さなサイズのものも生産されるようになった。七個持ち茶と表記されているものは、もともと持ち茶の夏を積み重ねて一つの筒状にして梱包しており、 その七つのうちの一つであるという意味である。茶壺一つ分にちょうどいいサイズに成形された小さなものもあり、小餅茶と呼ばれている。なお、団茶を餅茶と同じ意味として扱われることがある。他茶は1917年に雲南省の製茶場が開発した形状である。もともとはお椀のような形状を表す茶と名付けられていたが、他行の水で入れると美味しいとのことから、 現在の名称に改名された。タチャは、プーアルチャだけでなく、緑茶にも見られる。タチャにも様々な形状がある。カボチャのような形状の金貨や、茶壺一つ分に、ちょうどいいサイズに成形された、コタチャなどがある。シメ茶も、タチャの一種である。キノコあるいはコマのような形状をしている。七個持茶と同じく、七つを一梱包単位として、竹の皮でまとめて梱包される。 しかし、この形状に加工されることは少ない。雲南省で生産されている。線茶は、英語圏では、ティーブリックと呼ばれていて、線とは、レンガという意味で、レンガあるいは敷石のような、薄い長方形の板状のものを指す。新疆をウイグル自治区の海峡とのために、持ち運びに便利なように加工されたのが、始まりとされる。チベットのバター茶も、 煎茶をほぐして煎じて作り、茶箱道で雲南からチベットへ運ばれたのもこうした茶である。黒茶を原料とする黒煎茶や福煎茶、ローアオ茶を原料とする青煎茶、紅茶を圧縮成形した米煎茶などがある。ただし花煎茶は同じ煎茶という名称を使用してはいるものの、円柱形である。日本でも明治から第二次大戦前までは熊本県宇城市小川町などで、 紅煎茶が生産され、中国やロシア方面に輸出されていた。カタチャも煎茶の一種。平たい正方形に成形される。上面つらに文字があしらわれていることが多い。ありがとうございます。